日本の最大級護衛艦出雲と加賀の第一段階改修工事完了に、中国側も今現在参ったと感じているとの情報をキャッチしました。今回は、今後フル展開する護衛艦出雲、加賀と F-35B 戦闘機を、詳しく任務を見ていきます。中国国内では、超不景気へまっしぐらで、北京では、人が歩いていないとかいるとか。福建空母が、もう次期完成しますが、フル展開までは、もう少し時間がかかるでしょうし、艦載するステルス戦闘機まだ完成していない。電磁式カタパルトはポンコツとか。日本の海上自衛隊では、現時点で保有、運用する最大の艦艇である、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH の2隻、1番艦の出雲と2番艦、加賀を航空母艦化する改修工事事を2度に分けて実施している渦中である。この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦の出雲と2番艦、加賀は、それぞれが、前もって、5年に1度の実施が予定されていた大規模点検に合わせたタイミングで、航空母艦化改修を施されている状態だ。2023年末の時点で1番艦の出雲、2番艦、加賀の両艦とも、1度目の改修工事を終了しており、前者が2024年度、後者が2026年度から2度目の改修工事を開始する計画で、いずれも2027年度内に終了する見込みとされている。もともと、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルの大きさを誇る、現在の海上自衛隊で、最大規模の艦艇として建造された。建造時より、艦橋を右舷に置き、全通式の飛行甲板を採用していた出雲型は、最大で、5機の回転翼機の同時離発着が可能な運用能力を持ち、各種の回転翼機を最大で14機収容することができるキャパシティを備えていた。そのため出雲型は、日本国内では、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH と称されてきたが、海外の軍事メディアでは、元より、ヘリ空母という範疇で扱われることが大半で、建造時より、航空母艦の一種として認識されていた側面が強かった。出雲型は、1番艦の出雲が2015年3月、2番艦加賀が2017年3月に収益を果たしたが、その艦隊の規模の大きさから、一部のマスメディアの報道では、収益前に固定翼機を運用する可能性があることが報じられていた。実際に、出雲型が、航空母艦化改修の完了後に艦載機とする固定翼機、アメリカは、ロッキード・マーチン社が開発を手掛けた F-35 ライトニング 2B 型は、2008年には初飛行、2015年には、アメリカで、強襲揚陸艦への実戦配備が行われている。こうした短距離離陸、垂直着陸が、可能な固定翼機として F-35 ライトニング 2B 型が実用化され、全通式の飛行甲板を備えるアメリカ海軍の強襲揚陸艦での運用が開始された時点で、日本のマスメディアの一部からも、同様の運用を想定した報道を行ったと言える。しかし、こうしたマスメディアによる報道がなされた2013年の時点では、日本政府は、そうした事実はないと、報道を否定する姿勢を貫き、その当時、日本が安易に航空母艦を保有すると認めなかった背景には、周辺国への配慮があったと思われる。この当時のマスメディアの報道内容は、海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が、将来的に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する可能性について検討しているとしたものだったが、検討すら否定した状態だった。この時の内閣で防衛大臣を務めていたのは小野寺氏であったが、今から、わずか、10年前のことで、すでに、中国の海軍力の増強と太平洋方面への進出を危惧する動きがあったとはいえ、まだまだ、国内外の反発を恐れたことは想像に難くない。結局、日本政府が、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化を具体化させることを公にしたのは、その後3年を経た2016年末のことであり、
同艦の建造を請け負ったジャパンマリンユナイテッド社への委託契約が発端となった。これは、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に対して、航空機の運用能力を向上させる調査研究を行う形で進められ、2種類の無人航空機と F-35 ライトニング 2B 型を同艦で運用する案が具体的に検討されたものとなった。その後2018年末にまとめられた平成31年度以降にかかる防衛計画の大綱によって、今後戦闘機の柔軟な運用を行う手法の一つとして、現在、海上自衛隊が保有している艦艇の中から、ストブル機の運用を実施することが打ち出され、航空母艦化改修が公となったと言える。いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦を、航空母艦化改修の対象とする具体的な明記は、この時同時に更新された31機の中期防衛力整備計画で行われたが、その実施後も、同艦が航空母艦としてのみ運用させることは否定された。そこでは、航空母艦化改修を行った後も、いずも、型は、従来の任務である回転翼機を運用する推薦哨戒任務も兼務することが明記され、多機能、多用途任務に従事することが可能な護衛艦であることが強調されたように感じられる。また、合わせて、日本政府は、これまで、自衛隊が憲法に則り保有を行わないとしてきた防衛装備品について、政治的な見解に変更はないと表明し、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化の批判に予防線を張った形と言えた。ここで言う自衛隊が保有をしないとしてきた防衛装備品とは、具体的には、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦という、1950年代に、当時の日本政府が示した例を指しており、航空母艦の解釈が問題となることを前提としたと言えよう。つまり、日本政府の解釈は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化しても、それは攻撃型の航空母艦ではないので、従来の政治見解に変更はないと言っているわけだが、いかに政治とはいえ、言葉上の問題に過ぎないとしか思えない。この辺は、日本特有のせいに、政治の領域の問題としか言いようがないのだが、世界的に見ても、航空母艦が攻撃型か防御型かなどという区分は存在しておらず、そもそも70年以上昔の政府見解に拘泥する姿勢には疑問を拭えない。ちなみに、いずも、型は、航空母艦化改修が完了した後も、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型の艦内搭載の最大機数は10機前後と見さされており、ストブル機ゆえに、兵装の搭載量も、もともと限定的な動機を考えれば、攻撃力という観点では多くはない。それでも、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施し、F-35 ライトニング 2B 型の運用能力を付与しようというのは現時点で、南西諸島方面では、沖縄本島くらいしか、戦闘機が運用可能な滑走路が存在しないからだろう。ちなみに、日本が南西諸島防衛に比重を移しつつあるのは、中国の海軍力の急激な増強に対抗しようとしていることが最大の理由だと思われるが、当の中国海軍は、2023年末時点で、遼寧と山東の2隻の航空母艦を実戦配備している。これら、遼寧、山東に加えて、2022年6月には、3隻目の航空母艦、福建も進水させており、こちらは、中国海軍としては、初となるカタパルトを搭載した艦艇として、2025年中には実戦配備される可能性も指摘されている。遼寧、山東は、艦首に、スキージャンプ式の発艦装置を備えた、ストバー方式の航空母艦だったが、ついに、福建では、電磁式のカタパルトを装備し、アメリカ海軍の原子力航空母艦並みに攻撃力を高めたと、喧伝されている。ただし、過小評価は、禁物とはいえ、通常動力型の機関部しか搭載していない福建が、運用には、大量の電力を必要とする電磁式カタパルトを稼働させられるのかについては、疑問の声も多く、早急な戦力化は困難と思われる。そもそも、中国海軍は、
カタパルトからの運用を行える戦闘機の実用化も同時並行で進めている最中であり、F-35 ライトニング2のようなステルス戦闘機の艦載機についても、その戦力化には、まだ、しばらくの時間を要するだろう。日本としては、その間に、今まさに強化しつつある1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型等の長距離攻撃が可能なミサイルの配備に注力し、中国海軍艦艇の南西諸島方面への接近を防止する兵器の増産を進める必要がある。